それでは41章です。41章を見ていきます。私たちの学びがイザヤ書の後半に入っていまして、エルサレムに対して慰めよ、慰めよと呼びかけている希望の言葉があります。そして良い知らせが、エルサレムから出てきて神である主が来られると、そして羊飼い、 が来られて、養ってくださるという回復の予言になってるんですね。その背景となっているのが、すでにバビロンに捉え移されているユダヤ人たちのことであります。まあ、ここで興味深いのは、えー、このイザヤが予言しているのは、紀元前の700年ちょっと後ですね、この40章以降ね、700年ぐらいです。大体覚えておいてくださいね。そして、 実際にキュロス王がユダヤ人たちを解放するのが539年になります。そうすると160年、150年ぐらい前にこの預言が行われたということこのことも神ご自身のデザイン強い意図であってあなた方 神々は私と比べてどうですかとチャレンジを与えるわけですね。挑みかかるわけです。前もってこれらのことを伝えた、伝えることができますかと。できないよね。前にも他にも、あの後にも私しか神はいないよと。このように神様はこの語ってくださるわけなんです。そして、 神に選ばれたヤコブ自身。ヤコブってのはつまりイスラエルの人たち自身には、主を待ち望みなさいってこう励ますわけですよね。主は必ず来てくださる。必ず、うこの助けてくださる。だから、今、もう70年近く経っている彼らに対して疲れ果てることなく、ですね、新たな力を待ち望むことによって、 得てていいいきななさいと教えているわけなんです四十一章に入ります四十一章は、えー、主が諸国の民に語りかけまたイスラエルの民にも語りかけえそして神々と呼ばれているものに比べとに対して挑戦を与えるという、まあ、あのこの四十章と同じことがあのこの、まあ、あの流れが書かれていますでは一節をご覧ください島々よ 私の前で沈まれ諸国の民を新しく力を得よ近寄れそして語れ我々は共に裁きに近づこうですねこの40章の最後のところで新しく力を得るよとヤコブに対して主が語られたと同じように今もここで諸国の民に対して新しく力を得なさいとこう言っているわけなんですけれどもまああのその うんえー、と力は得られないと、まあ。なぜかって言ったら彼らはあのー、待ち望むってことはしないからなんですね。はじめに島々よと呼びかけています。覚えてますか ?40 章の15節で。国々は手桶の一滴はかりの上のゴミのように見なされる身を。主は島々を塵のように取り上げると。島々という言葉が、えー、この40章以降ですね、イザヤ書に数々出てきます。 これを新約聖書の中の言葉に言い換えますと、地の果てにまでとなります。はるか遠く、もうどこかわからないっていうですね。まあ、例えば、あの、ヨーロッパにとっては、えー、西に行ったらマルコ、あの、西に行ったらコロンブスがね、アメリカを発見しましたと。えそしてマルコポールは東に行ったらジパングを発見しましたと。ですね。だからもう、とにかく、 わかる限り遠くに行ってもその島々もこのにも対しても主が語りかけているっていうことなんですつまりこの極東日本にも全く異教でキリスト教とは何ら関係のないというふうに見られるこの日本においても主は思いっきり語ってくださっているっていうことが大事ですね で私の前で「静まれ」と言っていますがさっ,きあのさっき言いましたこの「待ち望めと」と、まあ、少し似てますねそのいろんなことをあ,あたふたしているところで静まって死を認めなさいということですこれからね東からのものに対抗するためにせっせいと準備をしていくんですがそういうことをするのではなくて私の前で「静まれ」 静かにしなさいで神を知らない人の動きっていうのはいつも騒がしくしてるんですね一つの大きな出来事しかも神が与えておられるというような出来事に対して神を信じていないのでもうあたふたとああだこうだと言ってみたりこうやってみようああやってみようってこういうふうにやっていくわけですよ。 そうやって自分が動くことではなくて主の前に静まる。でこれが大事だとで。次に我々は共に裁きに近づこうとあります。でこの表現ですね、えとってもこう興味深い、この予言書とか、あとはね、呼ぶ記にも出てきますが、この裁きの座につくです、ね。これは論じあってことの 善悪や事の成否を決着をつけようという、そういう意味合いで使っているわけなんですね。例えば、ヨブが、何度となく自分の苦しみについて神に訴えて、善能者である神と論じたところで自分の正しさなんて論証できないと、だから仲裁者が欲しいという話をしてるんですね。 ヨ部の九州の32節で、神は私のように人間ではありません。その方に私が応じることができるでしょうか。さあ、裁きの座に一緒に行きましょうと。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいませんですね。だから、イエス様こそが仲裁者なんですけれども、まだその予部はそのことを知らないから、こうやって仲裁者がいないとこう言って、裁判に例えて。まあ、実はもうすでにイザヤ書の中で、一章の十八節で、さあ、来たれ論じ合おうしは言われる。たとえあなた方の 罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても羊の毛のようになると。だから、私の方に来たら私は憐み深いから全部罪を清めて白くするよというふうに言って、それ、この食いあめる方が理にかなってるよねと問いかけている箇所なんです、ね。で、こういう感じで、この裁きに近づこうと。という決着をつけるというか。 あのことのぜ、あのこ、そうですね、はっきりとさせようではないか。で、何かというと、二節で、誰が一人のものを東から起こし、その行く先々で勝利を収めさせるのか。誰が彼の前に国々を渡し、王たちを踏みにじらせるのか。彼はその剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように追い散らす。彼は彼らを追い、難なく進んでいく。まだ自分のす、 足で行ったことのない道を一人のものがこのようにしてどん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 国々を征服していく踏みにじっていくそして、えー、まだ行ったことのないって言ってから遠征して今までも行ったことのないほど遠くにまで征服をしていく東からと出てますがこれがキュロス王になるわけなんです。 ペルシャですねペルシャという国が、まあ、聖書に出てきますがこれが今のイランにあたります、まあ、そのペルシャの前ずっとずっと古代にはエラムという国もそのスサというところに、まあ、ありまして、えーまあ、エラムがあってそしてペルシャが出てきて、えー、そして長いことペルシャがあって、えー、この近代になるまでこのペルシャという名前が使われていて そしてイランなんですね、今ね。で、まあ、あの紹介しますと、えー、このメディア王国というのが、あのイランとイラクの今のです、ね、ところを、当時、このキュロス王が生まれたときは、えー、この支配をしていました。ですね。それで、えー、そのメディア王国に従属する、ですねえー、この小さな国、 が、そのペルシャだったんですが、その王の息子として、キュロス王は生まれます。それから、メディアに対して反抗して、反乱を起こし、メディアを倒し、メディアを吸収するわけです。だから、後にメディアペルシャ帝国って言われるわけですよ。吸収します。それからですね、は、え、る、ー、か西に来ますが、ルディア王国というものを征服します。西トルコにありまして、 首都がサルディスです思い出せますかこのトルコ旅行行った方はですね、あの黙示録の、えー、7つの教会の1つであるサルディスがリュディア王国ですね、えー、クロイソスという王様ですね、がいて、えー、そして戦って、あそこで、えー、この油断をして眠っている状態だったから、あの高いね、この自然の妖怪だったのでね、もう絶対にここはな、あの、 負けるはずがないと思っていた。えけれども、えー、このおキュロス王は、えー、このずっと待ち伏せして、えー、そして見つけてですねあの、このわずかなところを見つけてですね、そして上に上がっていったらみんながもう眠っていたっていうですね、まあ、その逸話がある、あのルディアにまで行き、それからですね、えー、っと、539年にはバビロンを倒します。 あ間違てごめんなさい、その前に、えっと、それ、もっと前に言わな話さなきゃいけないのが、えーっとですねあの、スサ、さっき言ったね、エラ,エのエラムっていう国がね、あのエレミア書かなにも出てきますけれども、それが先ほど言ったペルシャの前にあった、スサにあった、この王国で古代の国ですね。で、これも倒して、そしてスサを首都としていくわけなんです、後々ですね。 まあこのようにして、そして今ごめんなさい、あの、ちょっと早まって言ってしまったんですが、539年にバビロンを倒し、ですね。そしてその時に補修のためユダヤ人を解放します。で、ペルシャ帝国は、インドを東の境として、えそして今言いましたね西トルコ、さらにギリシャとの戦いですね。ギリシャとの戦いも行い、 そしてまたエジプトにまで南下するという、もう史上空前の大帝国になったわけです。それが予言されているのがこの2節と3節なんですよ。で、これを、これからもどん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 もっともっと詳しく、イザヤは予言を行っていきますが、神はこのことを通して私こそが神なんだと。 だって、キュロス王が生まれる、これ100年以上前ですね、これね。はっきり言うと。うん。だから、もう信じられないですが、それで4節で、誰が最初からだ、ヨヨの人々に呼びかけて、これらを成し、これらを行ったのか、主である私だ。私は初めであり、また終わりと共にある。私がそれだと。ね、さっきから、誰が、誰がって言ってるでしょ。そして、ここでも、 ね、誰がと私だよこの私だよってこういうふうに言ってえこの人間がこうなるはずであるというようなものを神様はことごとくその無に帰してそしてこの人が思い浮かびもしないようなことを前もって初めからお語りになることによって私が神なんだということを明かしして おられるわけなんですよ。これが予言の大切さです。ですね、そして、えー、だからもう本当にこのイザヤ書を通してですね、私たちがなんで予言ってこんな大切なのかっていうのを学んでってるんですが、ここ見ての通りですね、神がご自身で、私がそれだと証し,し、証明し、論証していくために前もって告げておられるわけです。そして島々は見て恐れる。 地の果ては震えながら近づき、やってくる。彼らは助け合い、その兄弟に強くあれという。芋の師は金在区人を励まし、金槌で打つ者は金床を叩く者を励まして、ハンダ付けにしてそれで良いと言い、釘で打ちつけて動かないようにすると。 かかりますかこの島々地の果てにいる者たちが東からの者に対して互いに助け合って連合して対抗していこうと努力しているわけですよ。恐れてねで。それで一生懸命偶像も作っているという目の前にある禁止眼的な動きをしていることがよくわかると思うんですよね。一つになって戦っていこうと思っても全く通用しないと。 これは終わりの日にもイエス様が戻ってくるにあたって、一つになって、国々が対抗していくっていうハルマゲドの戦いですね。だそれでも同じことが言えますけれども、まあ、愚かであるわけです。だが、イスラエルよ。あなたは私のしもべ。私が選んだヤコブよ。あなたは私の友、アブラハムの末だ。 私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ。私はあなたを選んで知りけなかったと。え、彼らが地の果てと言ってますが、遠く遠くバビロンの地から連れ出してくださり、そして呼び出してくださるわけですけれども、どうでしょうか。だがイスラエルよと。こうやってね、交互に主は 語っておられる諸国のために対して語っておられる次に、だがイスラエルよと。同じように、この同じキュロス王なんですね。キュロス王は他の国々にとっては、もう自分たちが踏みにじられる恐ろしい王であるんですけれども、その同じ王がイスラエルにとっては全く異なる意味を持つんだということをね、主は以前を通して確実に伝えたいと願っておられたわけなんです。 この違い、とっても大事です。私たちも、このユダヤ人たちと同じようにですね、世に住んでいて、いろんな圧迫を受けて、いろんな出来事が起こりますけれども、同じ出来事であっても、その世の人にとっては悪いは知らせかもしれないけれども、私たちにとってはむしろそれが、神にとっての見心良い知らせに用いられている出来事かもしれない。で、彼らにとっては、 彼らのことをこうやって神は呼んでるわけですね。本当にね、こう一つ一つがすごい、こう、なんちゅうかな、意味、意味深い。だからイスラエルはあなたは私のしもべですね。これからね、この私のしもべってイスラエルの人たちにも使われますけど、今度はイエス様、イエス、まあイエス様ですけどね、メシアご自身に、あの、私のしもべというふうに、この、ここでイザヤ書でい言い始めます。 でこしもべというのは一体何かというとね主の命じられたことはそのまま従って損得感情抜きで信じて受け入れ実行するということですよ、うん、もう言われたことをその通りり行っていくって何でかって言ったら神様は私たちの思いをはるかに超えたところで私たちのごけ計画ではなくて神のご計画はもう,もう全然及びがたい雲の上、もっと上のようなその思い そのように主権を働かせておられる神に対して私たちははい分かりましたと信じて従っていくものですしかし偶像礼拝というのは損得感情です偶像礼拝って結局は自分礼拝って言ってもいいでしょうか自分にとって益になるからこの言葉を受け入れるっていうこういう,うこのえ立ち位置なんですよねしかしあなたは私のしもべだと このしもべというのは、癒やしい立場ではなくて、主に選ばれた栄誉ある立場として、聖書には数多く出てきまして、例えばアブラハムに対しても神は使われまして、モーセに対しても、ダビデに対しても、ヨブに対しても、そしてイザヤに対しても言って、そしてさっき言ったように、イエス様ご自身に対して父なる神が私のしもべと呼ばれたんですね。次に、私が選んだヤコブなんです。で、これもすごく、 興味深いこれ分かりやすいのはマラキ書で私はエラサウエヤコブを愛してエサを知り肉んだとでこの選びというのは神の恵みによってその本人の行いではなく祝福を受けるんだというこういう一方的な無条件の祝福を表しているわけなんですよね。これが ことにキリストにあって私たちもイスラエルに与えられた祝福が違法、えー、人にも及んでいますというのがこの「新約聖書」における奥義として書かれているわけですよねそして次に私の友ですねこれねアブラハムに対して神様が使われた言葉で呼び名であるわけで他の人には言えない隠していることがあってもあなたは友だから包み隠さないで話すっていうそういう意味合いがあります あの覚えてますソドムとゴムラについて、これを、ね、滅ぼすということをアブラハムには前もって伝えたんですよ。ですね、これトモ、トモはね、明かすわけですね。普通の人には話さないことも。ということで、神のご計画をこうやって話してくださっているという。でこの このような神の呼びかけこそがですね、このバビロンにいるユダヤ人が、周りの騒動とか、周りのこの動きとかに左右されることなく、ただ神様に言われていることに従っていく原動力になっていくわけなんですよね。 私たちもこの世に、この社会に生きていて、いろんなことが起こって、それで振り回されてしまうという力、流れを感じますけれども、まずここで神様がイスラエルを呼ばれたように、私たちに対してもですね、しもべであり、選ばれていて、友なんだとおっしゃってくださっている。まあ、ここからいろんなことが起こることに対して意味合いが違うんだという、神のご計画をしっかりとつかんでいく必要があります。私はあなたを地の果てから連れ出し、 地のあこれ読みましたね。えっ、ー、とこれはあのあれですよ。えっ、ー、と帰還する約束ですよね。うん、で次、10節です。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろくな。私があなたの神だからだ。私はあなたを強くし、強くしあなたを助け。私の義の右の手であなたを守ると。恐れ恐れるなって言ってますね。それ恐れますよ。もちろん。その 結果往来でね、後から見たらこれは救いだって分かりますけれども、当時ですね、このもう大騒動が起こってあの、戦争が起こってですね、包囲してですね、バビロンの都を、えー、このメディアペルシャ軍がですね、でこれ、恐れますよ、そして彼,に彼らにはもう、恐れ根性、あの奴隷根性が染みついてますよ、70年間ね。 この奴隷の実として、捕囚の実としていますから、基本的に恐れというものによって生きていますけれど、恐れるなと。で、私はあなたと共にいると。で、この言葉をイエス様が、やはりこの、よみがえられてからユダヤ人たちを恐れていた弟子たちに対して語ってくださったわけです。恐れるなとイエス様が言われて、平安がありますようにとイエス様が言われて、息を吹きかけて精霊が与えられることをおっしゃってですね。 私はあなたを使わすと。そして、大宣教命令においてですね、あの、弟子を作りなさいと、すべての国民を弟子としなさいと言った、あそこで身を、世の終わりまで、私は、何ですか、あなた方と共にいると。また同じように、ここで語ってくださっているんです。私があなたの神だからと。この神っていうのが、あの、もう、あれですよ、天秤に、 塵のような誇りのようなねこう、星々が、なんか地球がねそ、そんくらいの大きな神でしょ。私が神だで。私はあなたを強くして助けて、右の、義の右の手であなたを守るって、このね、義の右の手っていうのが、右っていうのは権威とか力を表します。そして神の義って言ってます。私たちの義ではなくて、彼らの義じゃないんですよ。神ご自身の義によって、権威と力を持って彼らを救い出してくださる。引き出して、連れ戻して、 くださるるとという意味ででこれが信仰による義と同じですね私たちが信仰によって救われるというのは私たちが何か良いことを行ったからではなくて神が良いお方で神が正しいお方だからその神様がえこの神だからこそえこれらのことを行ってくださるというそういう右の手であります でね、こういう戦いにおいてね、やはりパウロがですね、えっ、ー、と、この、いろんな迫害や嫌がらせや、苦痛や裸とか剣とかいろんなものを出会った時に、やっぱり一番チャレンジを受けるのはですね、心にチャレンジを受けるのは、この罪定めなんですね、サタンからの。何か悪いことをしてるんじゃないかとか。だから えっと、今、ここで、えっと、イザヤにを通して神が言われている通り、ローマの33章の33、ローマの8章の33節34節に、この続けざまに神様おっしゃってるんですね。誰が神に選ばれた者たちを訴えるんですか神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、 えー、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと。あの一連ですよ、あの神が味方になっているというところから始まって、であのね、ずっとで最後は剣ですか裸ですかと。これらのことにあっても私たちは圧倒的な勝利者で、えーえー、キリストにある神の愛から私たちを引き離すものは単に一つないこう続くわけですよ。だからここでも同じで、神様は、 えー、支えてくださってそして神の義によって私たちの義ではなくて私たちの義なんてないですからねもう責められることしかないですけども神の義によって守ってくださるとで11節身をあなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見て恥ずかしめられあなたと争う者たちはない者の,のようになって滅びるあなたと言い争う者を探してもあなたをは見つけることができず」 あなたと戦う者たちは全くないものになってしまう。私があなたの神主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからである。見てください、ほらね。神が味方になってくださるってんですよ。いろいろ戦ったり争ったり、あるいは抽象したりとかっていうのはもう付き物なんですよね、神の民にとって。イエス様が、えー、この木のために迫害されるものは幸いですと。 そして、このありもしないことで中傷を受けたら、大いに喜びなさいと、イエス様はおっしゃいましたけれども、ここでも同じようにですね、この中傷するとか告発するというものに対して神様は泣き物にして助けてくださいます。で、14節恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私があなたを助ける。主の言葉、あなたをあがなう者は、イスラエルの聖なる者。見よ私はあなたを、 鋭く新しいモロ刃の打,打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕き、丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれを撒き散らす。あなたは主にあって喜び、イスラエルの聖なるものによって誇ると。ここですごいんですね。このあまりにも極端というか虫けらと呼んでるんですね、イスラエルを。 虫けらってわかりますよね、踏みつけてあの潰されるあの虫ですよ。ゆって踏んじゃったあ踏んじゃったみたいなね、家のゴキブリでバーン叩いて、すぐに潰れちゃう。そのイスラエルをそう呼んでおきながら、山々を踏みつけて粉々に砕いてもみ殻のようにすると。 仰ぎ見たら風がそれを運び去っていくってこれ何なのよじゃないですかここに全く弱きイスラエルと共におられる神のこのコントラストがあるわけですよね対象があるわけですよね神が味方になっておられ神が共におられるからこそ弱いものが強くされているわけです 神がいなければ私たちは何もすることはできない。しかし神がおられたら何でもすることはできます。パウロはピリピの人たちに、要所13節に私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですと。このことを忘れないで、忘れないで、忘れ、忘れてはいけないですよね。本当に弱く見えるかも、惨めに見えるかもしれませんけれども、神は なさるお方ですねそして17節。苦しい者や貧しい者が水を求めてもそれはなく、その下は渇きで干からびる。私、主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てないとです、ねえ。主ご自身が見捨てないので、このことを書くことはないよと、渇き、水が与えられるよと、主が必要を満たしてくださいます。 そして18節で、私は裸の上に川をあおか、裸の丘に川を開く。平地のただ中には泉を。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とすると。ね、このイスラエルの地というのは呪われた時は本当に飢饉が起こって裸になりました。あのー、いや、あのエリアの時代ですね。このアハブに対して3年間、あのー、 ねえっと、水を降らせなかったらもう本当に食べ物も何もなくなったわけですけども今神は川を開いてこの泉をねで荒の水のある地砂漠の地を水の源としてくださるというこれを行ってくださるわけですねそしてイエス様は霊的なこととして御霊が注がれるということについてまあ実はイザヤ書でねえっ、ー、とこの 御霊が注がれると荒れ地が川になっていくっていう予言も他にあるんですよ。でそこをとってイエス様は生ける水の川を話したわけですね。あの聖書が言っているとりに、えーっとこえー、っと心の奥底から生ける水の川が流れ出るとイエス様は約束されました。けれどもここはそれ以上、その霊的な私たちが受ける精霊のバプテスマだけではなくて えー、この文字通りですね川が流れるんですね、19 8節であ読みますね1節、私は荒野に杉、アカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れた地にもみの木、鈴懸の木、ヒノキをともに植えると、だから水がこれだけ流れているので、今、これらの木々がありますよと、こう言っているわけですけれども、これをですね、えー、チャック・スミスが、えー、このベギン首相って、時の首相ですね、イスラエルの首相ですね、 えーと話をしたときにですね、えー、もう私たちはこれらのものを持ってますよってこう言ったんですよ。緑地化されて砂漠が。ここに書いてあるミルトス、オリーブの木、杉、アカシア、全部植林されてます。モミの木、鈴ズの木。完全にはまだ当然イエス様戻ってきてないし、成就してませんけれども。 神様の約束の方に終わりの、この神の完成の約束に近づいていっているというのも感じますね。そして、それは主の手がこれを行い、イスラエルの聖なる者がこれを想像したことを彼らが見て知り、心に留めて、共に悟るためであると。主がこれをしたということを悟るためなんだと。なので、イスラエルというのは、 この未信者を含めて、ていうか未信,未信者に対しても、反論ができないほど神がおられるということを証ししていくということですね。あなた方の訴えを出せ、主は言われる。あなた方の証拠を持ってこい、ヤコブの王は言われる。持ってきて後に起ころうとすることを告げよ前のことは何であったかを告げ,、えー、告げよ そうすれば我々もそれを心に留め、後のことを知ることができるだろう。または来たるべきことを我々に聞かせよう。ですね。で、このようにしてね、訴えを出す、裁きをね、共に裁きに近づこうってさっき言ったのを、ここでまた話を戻してきてるんですよ。そして、証拠を持ってこいと、後に起こることを告げなさいってね、これね、神々に対して話してるんですね。神々に対して。面白いでしょ イスラエルの聖なる方が神が、神々に対して、あのー、レスリングやってるんですよ。あのエ,レミエリアとバールの対決と同じ、ヤーウェイなるか方が、バールの神々に戦っているわけですね。で今、それを何を、えっと、この、えー、レスリングの材料にしてるかといったら、まあ、掛けごとでもいいぐらいだよね、これ後に起こることを告げてみると。 え、そうしたらお、お喜びミュニって、褒めてあげるよって。<laughs> で、こういうふうに言っているわけなんですよね。でこれ、真面目に問いかける必要があって、あの、今ある宗教の中で、創始者が前もって伝えられたっていうのは、どこにありますか <noise> ムハンマド。イスラム教。ナイス。ブッダ。 違います。まあ、ヒンズー教とか全部。いっス。キリシ教だけです。まあユダヤ教はまだね、あのイエスだって信じてないから、まだ待ってる状態ですけれども、前もって告げてみようと。で、見よあなた方は無に等しい、あなた方の行いは無なしい、あなた方を選ぶものは忌まわしいと。無に等しくて、無なしくて、忌まわしいってすごいよね。で、 25です。私が北から人を起こすと彼は来て、日の昇るところから私の名を呼ぶ。彼は長官たちを漆喰のように踏む。陶器士が粘土を踏みつけるように、はい、興味深いですね。これ、北から人を起こすとって言ってますけれど、さあれ、東ってさっき言ってませんでしたかと。で、そうなんですよ。25で続けて読むとね、日の昇るところからって言ってるんですよ。あれ、なんで日の昇るところって北じゃないじゃないって。 でこれはあのいつも話してるんですが、イスラエルの大きな地図っていうか、メソポタミア地方をすべて表している大きな地図を見ますとですね、あのー、皆さんから見ると、どうしようかな。えー、とそうですね、えーと、皆さんから見ると、ちょっと待ってくださいね。こっちか。こっちにペルシュ湾があってで、バビロンがあって、で、えー、とユーフラテス川とティグリス川う流れてるわけですよ、こうやって。ですねで ユーフラテス川がこう流れているんですけど、ここにシリアがあって、で、この南がイスラエルなんですね。で、この間がですね、アラビアなんですよ。アラブ山、あの、アラビア山脈、あ、山脈じゃないや、砂漠。で、こんなところを渡れません。私行ったことないんですけども、スキペイジクっていう牧師がですね、イラクに行くためにヨルダンから、 ね、これ車に乗って永遠と行ったんですね怖いですよねあそこ遠くて、あのー、水な全くないからだから殺人的どころかもうもう誰もそんなところを通ろうとは思わないわけですだからメソポタミア地方つまりイランやイラクのあるところですねそこから人がイスラエルの方に来るとなると必ず ユーフラテス側沿いに行くわけですつまり北西に、えー、このお動いてってそれから南下するわけですねつまりシリアを通って南下するとつまり北だから日の昇るところと北っていうのはこれ同時になってるわけですよで長官たちを漆喰のように踏むってわかりますこれあの漆喰これ塗られているところをねあのこうやって 踏んででいいくっていうあれですよ、ね、こう長官たちをって言ったのは力あるこの指導者たちをもうぐしゃぐしゃぐしゃ,ぐちゃ,ぐちゃこう潰していくっていうそれほどもうことごとくしあの征服していくということですね。で、陶器士が粘土を踏みつけるようにこれもすごいですね、あのこれが陶器士と陶器、あの粘土の,、ね、この対比というのはパウロもよ九将でねあの、ローマの九章で話しましたけれども、もうこれ何でもできるわけです、主権者ですね、この陶器士はね。 で誰が初めから告げて我々が知るようにしたのか誰があらかじめ我々に告げてそれは正しいと言うようにしたか告げた者は一人もなく聞かした者は一人もなくあなた方の言うことを聞いた者も一も人もいなかったとでこのようにしてわたそれは正しいとい言えるのかって言えないわけですよです、ね、で多くの人が自分は正しいと思ってああだこうだってこう言うわけですよね けれども、誰一人外れる、あ,あの、正しく、正しくないということを神様は、ご自身で明らかにされるわけですね。しかし、27節で私が最初にシオンに、見よ、それらはここにあるといい、私がエルサレムに、良い知らせを伝えるものを与えると言った、シオンに対しては、あの、良い知らせを告げ知らせるものを伝えなさいと言われて、この神が来られて、このイスラエルの神のみが、 王であられて支配者であられるということを、このエルサレムには伝えたということでありますで。新約聖書ではそれが福音なんですね。エルサレムから福音が広がっていきます。そして、しかし見回しても誰もいない。彼らの中には助言者がいない。私が尋ねても返事のできるものが、見よ。彼らは皆偽りで、それをなすことは虚しい。 彼らの彫像は風のようで何もないということであなたたち虚しいですよねと言っているわけなんですよね。これが私たちに対する慰めの言葉になっています。新約時代にも書かれてましてパウロが、えー、この、えー、十字架の言葉を愚かなものであっても滅びるものには 救われる私たちの神の力だという話を覚えてますか第一コリントの一章の18節以降ですね。 え十字架の言葉は滅びる者たちの愚かでやっても救われる私たちは神の力です。私は知恵のある者の知恵を滅ぼし、悟りのある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵のある者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の論客はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんか神の知恵よりにより、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救うことにされたのですと。 いうことで、愚かさを通して、私たちは愚か、キリストによって愚かに見えるかもしれない。これがね、主のしもべの立場ですよ。言われたから行っていく、言っていく、語っていく。しかし、世の知恵を亡きものにするために、正しいっていうふうに言わせないように、神様は、大逆転というか、東からのものです、ね、をお与えになっているんだということであります。 はい。では、お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、本当にいい励まし、慰めの言葉を与えてくださり感謝します。私たちの何かを行った儀とか私たちの姿ではなくて、あなたご自身がご自身の名のゆえに、あなたが聖なる皆をあが崇めさせるようにするために、私たちを選び、用い、そして私を打刻ここきのようにして、 そして山々を切り崩していくということをなされることを今見ることができました。主よだから私たちはしっかりとあなたを待ち望み、新たな力を得て歩むようにされています。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン